はい、お疲れ様です。マッピーです。今日は無補正ということでね、早速使っていきたいと思います。アルティメットアなんて勝手に名付けてるけど、これがアルティメットかどうかはこっから使ってわかるって感じで、アナンデッキですね。で、アナンデッキなんだけども、召喚3積みです。もともと入ってあった夏ブラにニーブ、そして新ゴマのナタリオが加わりました。もう HP とアタックも全部プラスってね、召喚でこのメイヤーを召喚してオーダーシーまで確実に着実に進めていきたいという感じですね。で、このメイヤーがスキルベノムマギアのコンボを特殊持ってるって感じなんで、ただこのメイヤーのコンボがコマ総数8枚以上ってことなんで、だいたい2手目か3手目とかに展開することになりそうですね。はい。で、そしてアンチヒールのね、ミラーを抜いてハルマルで火力を補完してるのと、あの初手出しを安定させるためにセクメトですね。まあ、セクメトについては俺がもともとアナンリーダーで何とかしてあのつくよみを倒したくて、もう初手セクメとしてオーラ呪ったりとか他の駒出させてみたいな感じでね、あと S5 のつくよみが強かったじゃないですか。で、それで、あいつ B 駒のエアレイ以外を呪ったら強いってことで入れてたんですけど、まあなんだかんだ俺アナンからこの初手セクメと強いかなって勝手に考えてるんで、まあ正直セクメとじゃなくてもいいよ。俺エリスとかもありかなって思ったんよ。 HP 上がるし、あと普通にスカーハムラマスとかも考えたんですけど、なんかイモルってよりはね、こう妨害札1個入れとくのもありかなって思ったんで、なんだろう、イモルってなるとね、オーダー D もあるし、あのアナンのオーダー全部使い終わった後の火力枠って微妙なんでね、そのイモルってなった時に。なんで結局セクメトにしました。まあ、ここはちょっと好み割れるところ、セクメトじゃなくてもいいよ実際のとこは。ただなんだかんだ強いんでね。で、あとは、ピララレーターも採用しましたね。最近のマタンコレクションで登場した。そんな感じです。よろしくお願いします。まあ、ピララレーターについては、ぶっちゃけ、桔梗姫とかでもそんな変わんない気はするんですけど、桔梗姫よりはね、ピララレーターの方が、アナン適性はある気がするんですよね。アナンってオーラーなんで、リーダーが。メルベだったら初手メルベ出して、で桔梗姫出すの2手目以降になると思うんですけど、あのアナンリーダーだとね、初手桔梗姫とか打ってもあの回復に余剰が出るんですね。前も話したと思うけど、そう、回復に余剰が出るんであれば、まあ、ピララレーターの方が、そう、こういう手駒ね、こういう手駒さ、分かるやろ、これ分かるでしょ、これ桔梗姫の方が、桔梗姫よりピララの方が強いと思うんだよね。桔梗姫だったらこれ500の回復余剰出てますからね。まあ、ただあの対面の HP が2万8000だから、正直桔梗姫の方がアドを取れてるんだけど、ただコンボスキルとか含めて一応ピララレーターにしようかなって感じで、まあ、ピララレーターはね、ちょっと強めの春みたいなもんなんでね。お、来た、やってみるか、ナタリオ。だってさ、これ成り打ちとか打てばいいってことだよね。しかもさ、この召喚でリーニーのコンボまで強くなっちゃうんでしょ。それは強いでしょ。ただここの召喚は取られますね。ただね、ここで取られても問題ないんですよね。もう一回召喚入りますから。ただニーブと違って、その場での召喚だからちょっと消されやすいのはあるか。そう、ニーブだとね、自分のターン開始で召喚なんでね。ただ逆に言えば、その場で召喚ってことはその場で仕事できてるってことなんでね。さーて、リーに行きますか。まあ、風車でもよかったかな。あとここの召喚見ようか。あー、取られるやつ。まあでも仕事はできた。ナイスだ。OK、十分仕事はした。まあでもここで角に行かせるっていうのもありかもしんない。相手 F4 ゆずきだから、ゲボ持ってたらゲボ出すはずなんで、ターンスキル今持ってない可能性あるんかい。今引いたんかな、多分。先に出すんだったらスイレンの方が適性高いから。今引いた臭いですね。で、D5 ファビオは弱いんで、で、かといって B3 ファビオもなーって感じはするね。まあ一回守護者こっち行きますか。これがなるとオーダーシーまでたどり着くの若干渋い。メイヤーをもってしてもこういう事故り方する時はあるってことでね、まあ身をもって知りましたね。こういうことだってある。まあでも任しといてください。相手これなんだ、 HP そんな高くないのか、言い訳で。オッケー、そっち来る。じゃあこれはコンボスキル1回分稼がせてもらうけど、欲しい駒はニーブかな。オーダーシーンまで見たい。はい、フェルグは最強です。で、これはアタックがシンプル高いから、フェルグぶちかましたってもいい。この物理で1回もうアタックの高さで上から絞ります。で、1回分コンボ組めました。さあ、こっからオーダー C まで残り2回で、オーダー D もあるし、ディザイアの予約も取れてる。なんならオーダー C まで行かなかったとしても何とかなる説ある。まあでも C って言うと、今のはフェルグ残してもよかった。あのコンボ強い駒として右上 X に配置するのはありだったんですが、ベルグレか、まあ、1枚返しのタイミングだけど、まあ、ファビオ2ターン入れて D5 鉄衣が安定だな。残ってるキャラ駒がセクメトとかなんで、ハルマルとか、特にセクメトだったらね、次引いた時に
ターンスキルしか切れなくなっちゃうから先に切っちゃいます。ファビオアンテコードですね。で、まあでもゲボ持ってなさそうなんですよね。ゲボ持ってないんだったらこっから火力押しでなんとかなりそうな雰囲気はするうんと思ったけど、思ったよりなんか回復めっちゃしてくるくね。防衛弱気マジっすか。はい、グーノーなーさあちょっと心配になってきた。果たして火力足りるのか。思ったより相手が防衛に回ってきた。よし、ただディザイア素晴らしいよ。ここ火力出して、まあでもこの手駒回りだったら右上クソファビオで正解だったくせえな。なんならこれ2手飛ばしもあるからね、相手こっから全然あるからね。オッケーオッケーオッケー。いやこれは F3 行きたいな。 F3 打ってオーダーディこれ発動しないな。これしないねあ、発動しない、マジか、発動しないマジ。オーダー C まで見るなら F5 グノーでワンチャンかけてもいい。2000でしょ、1400、3000、5000、オーダー D 含めて飛ばせる可能性は高いな。イグナースとかでもいけそうだな。いやでもな、いやこれ、ああまあそうなるか、まあしゃあない。いやこれさ思ったんだけどさ、いやこれ思ったんだけど今 S5 持ってねえな相手。いやミスったな、これ F3 の方が良かったね。今 S5 持ってたら S5 出す盤面だよね。やらかした、やらかしたかも。 F3 で良かったな、やばいな。これ F3 打ってオーダー C 見た方が良かったですね。ここから防衛されたら、うん持ってんかーい。これ飛ばされたかあーそういうことだってあるってことで、普通に負けちゃったんだけど普通に負けたんだけど、まあこれはしゃあないな。ちょっとね、召喚回らんかった。まあ先行のアナンの弱いとこ出たわ、普通に普通に弱いとこ出た。後半に召喚スキル固まるとこうなるんでね。ってことでまあこれしゃあない、初っ端事故ったわ。いやでも立ち回りはね途中まで良かったよ、めちゃめちゃ。ファビオから D5 設意までは手札の回り方的にあれが一番良かったんだけど、シンプルに軽く足らんかったのと、あと相手が上手かったわ。俺のオーダー D 発動しないように立ち回ってきた、普通に上手かった。あーそういうことか、オーダー D 発動させたくないから A 駒から切ってきたんだ。じゃあ上手いな普通に。ってことは最後のグノーミスじゃないね。あのグノーでコンボ封印できてたらワンチャン耐えれたんで、あーじゃあ全然完璧なプレイしてたわ普通に。それでも負けちゃった。さあ相手はジュディ、久々見たらその英語マリーダーの速攻流。まあでもこういうのはね初手セクメントでいいんですよ。もうちゃっちゃとセクメント切ります。呪いってのはオーラ相手の呪いスキルっていうのは早めに切ってオーラ呪うか呪わないかみたいなところある。さあ OK、 守護者引き出すんで、ジュディリーダーなんでぶっちゃけここのコンボ受けに行くのはありですね。よっしゃフェルグ出そう。オッケー、こんなもんはフェルグ出して、よいしょよいしょ、もうここ受けちゃいます。デバフもかけて、乱体かれてない、バフもない、呪いが OK、 ジュディに入っていくと。よし、こうなったら軽く大体足りると思うので、こっから OK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  つってもな、フェルグコンボ弱いな。 F5 からの展開はちょっと怪しいか。あーもう安定行動しよう、安定行動です。これでこっから2ターン後のコンボスキルまで見てオーダー C までなんなら狙ってあげるみたいな。でジュリーがねあんまバフたきつけてこないからね、ここでバフがなければよし全然大丈夫。 OK、 これはもう完全に俺のペースですね。はい、あやっちゃうこれ、やっちゃうやっちゃう、なんなら召喚しちゃう。ほいでこれで B4 とか取られると召喚引退になっちゃうけど、 E6 打ったら次ダブコン確定でオーダー C までたどり着けますね。まあ取ってくると、じゃあ F1 から行かしてもらおう。なんなら召喚もめちゃめちゃ入る。はい、マラッカ引いてるけど貫通されたらしょっぺーから、まあファビオ鉄井あたりが安牌か。ただオーダー B まで見れねえなこれ。まあいいか、ナタリを助ける、ナタリを助ける、いいね。さあ毒入れてあげて、でディザイアの予約も取れてる。負ける要素ない、もう負ける要素ないよ。なんかジェイン消される、でディザイア系ディザイア行っちゃって、C の5が一番火力出るね。オーダーの B が選特殊ダメージ、よしこれで終わりですね。もうこれでこっち行ってあげて、オーダー B 発動のディザイアプラス毒で、よし、まあ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 、これは引き強かったのもあるし、さすがに負けられませんね。オッケー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 。いやアナン楽しい、アナンおもろい。
つくよみフェイルノートとかはさ結構ヘイトの高いデッキだったと思うけど、アナンは俺いいデッキだと思うんだよな。みんなどう思う？俺アナン好きなんだけど、結構頭使うくない？まあ、なんだかんだ召喚してコンボ組むだけみたいなこと言われたら俺もちょっと押し黙っちゃうところあるけど、そこに至るまでの過程というか、あとオーダー D のこの発動条件のことを考えつつの、あの動き方とか、対面にアナン来た時の、あオーダー D ここで発動するかなみたいな、こういうなんかせめぎ合いというかちょっと考えるみたいなね、こういうね頭使うのがいっちゃいいよ。頭使うのがいっちゃ楽しい。さあ相手はラニですね。了解。さらにやってくる。ピララレーター引いてる。グノー引いてる。まあこういう時とりあえず初手ピララレーターじゃん。いやめっちゃ使いやすいわこの駒。よし。めっちゃ大きな火力出すわけじゃないんだけど、まあ中盤とかに引いてもね、別にコンボ毒っていうのは結構強いしな。でグノー引いてると来た。仕打ちいっちゃう？仕打ちいっちゃう？いっちゃったっていい。いっちゃったっていいけど、やっぱりあれです、封鎖します。バフリーダー対面での仕打ちからの3点目 X 結構だるいんでね。まだ風車の3点目 X の方がと思ったけど、そうでもないのかな。まあいいか。あと普通にこのデッキ召喚スキル多いんで、まあ、風車展開でちょっと変置きをね狙いつつみたいな感じでいきますか。はい、なんかいけ。シャフェルグ引いた。でこれはさあとりあえずリーニーかまして、オーダー AB 発動のランタイ引くかどうかで俺の動き若干変わる。よし。で、まあ、グノーあるんで、X に対して D5 入って、ああ、そっち来るんならもうグノーいっちゃいます。もうそこに C2 に置いてくるんならグノーいっちゃいます。OK。で、召喚とかも引かないから、OK。これもグノーいっちゃいます。よいしょ。まあ、シンプル強いね。無限の勝ち筋。こいつはとりあえず入れときます。無限の勝ち筋、グノー。こいつは無限に強い。ああ数来ちゃった。まあ召喚引いたら召喚出すけど、セクメト2400削りとか半分いっちまうな。半分いっちまうけど、こういう時はもう俺セクメト出したいよ。半分いっちまうけどね、いっちまうけど関係ない。もう上から呪いしようぜ。しゃあラニ呪った。であとはフェルグでデバフかけて、オーダーなしで、おーさすがに強いで、あと一旦バフ残ると。いやさすがに強いな。なんかいけ。ベルグレか。難しいな。英語取り危ないかな。オーダー C これ無理だな。とりあえずとりあえずオーダー C 無理。了解。いやここでベルグ切るかどうかクソ悩む。いやでもディザイアのこと考えたら切りたいね。切りますか。よいしょ。さあ問題は左上 X の駒。うびっくした。またサラダチキンが出来上がる音が聞こえてきた。で呪い入れて、よいしょ。まあ、ディザイアのこと考えたらここフェルグ切りたいですね。で、まあ、今あんまコンボ強くない？いやと言っても油断はできないな。でここはい。んで守護者切ったら D1 エンデが耐えれるんですよね。どうしよっかな。 B6 エンデが耐えれねえかな。どれぐらい火力出すの？コマ数が多いほど 1.5 倍ぐらい。 1.5 倍ぐらいだったら受けれるけど、この辺がめちゃくちゃあやふやだな。怪しい。まあ、確実に受けるなら B1 なんだよねこれ。 D5 の方が2手飛ばしできそうだったけど、まあ呪いとディザイア入るから俺こっち行きます。オーダー D もあるしな。ちょっと手駒弱いけど、一応これね、あのエンデガは受かる。エンデガ受かるけどチャージの溜まったやつは無理。 OKOKOK。 さあこれ、うわでもうまいな。オーダー D 発動しないようにちゃんとしてるわ。うまいな。夏バラあるんかここ。なんともいない。やばい。まずい。てか敵がうまい。敵うまい。待って待って待って。しかもその速度で出すのがうまい。よいしょ。ほい。ほい。いやでもいけるか。あぶねえ。あこれベルグレの方が火力高いんか。あぶねえ。あぶねえ。普通に危なかったわ。ベルグレの方が火力高いんやんここ。って感じで。よし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 。なんとか耐え切った。オーダーシート D 発動しない時の穴、よえー。でも。でもこれがおもろい。これが楽しい。ふぅ、あぶねえ、マジ怖え。オーダー CD 発動しないときの穴、マジ怖えわ。英語フェルグから打って D5 でもよかったかな。むずいとこだね。むずいとこ。だって、乱体とか引かれたらマジできついかんね。コンボをもう受けたくないっていうね、あの必死の思いで逃げ切ったけど。
マジ危なかったわ。やっぱみんな阿南対面の立ち回り分かってんな。でもあそこ守護者切らないとさ、あのエンデが死ぬんよね。 D1 9900出せるんよね。はい、行きまーす。オイフェ、オイフェか、混合とか。あー、初手が、まあ初手はそういうもんか。はい、行ってらっしゃい。オイフェね、どうしよっかな。オイフェ対面だから、仕打ちしづれーな。2枚返し続くもんな。いや、オイフェ対面の仕打ち怖いな。グノーあるとはいえ、2枚返しの状況がクソほど続くんで嫌ですね。まあ普通に風車とか打ちたいですね。はい、ファビオ、まあファビオ行きますか。てか召喚意外と引かねえな、今回。召喚3積みなんだけど。あと先行こんだけ来るのはなかなか、アナンリーダーで先行続くのは結構渋いとこあるんですけど、いやでもこれはね、逆に燃えますね。こういう状況燃えます。召喚引いてうまいことやっていきたいんで、相手魔獣ですね。いて、はい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 。でここの引き、セグメントとか引いてもいいよ。あーマジ噛み合い悪、ここでベルクレーで噛み合い悪。まあでもそんなもんよね、そんなもん。よいしょよいしょよいしょ。で C に打ってきたらグノーでまたお口チャックするけど、結局オーダー C めっちゃ難しいっていうね。やっぱ召喚ないとオーダー C むずいな。さあどうだ。うん、地風ね。まあこれグノー安定だな。コンボはさすがに塞ぎたいな。引き見てからよいしょ。イグナーツか。まあフィニッシャー引いとくのはいいですね。あと今日さ、全然ハルマル引かないな。あと対面がね、オイフェって考えたらハルマルアンチヒールで使いたい気持ちも若干あるけどね。若干だけどね。フルフレアとかきついからな。さあ、これ一回、ベルクレか。痛い。痛い。まあでもオイフェ対面だったらオーダー D の発動はできそうだな。オッケー、夏ブラ、まあ行きましょう。これは間に合わせます。気合で。で、あとそこベルグレはね、地味にでかい。B4 打たれたら A5 打てる。よし。さあ、こっからオーダー CD までね、もう3ターンぐらいで駆け抜ける感じで行きたいですね。B4 と。OK。まあ吸収される。火炎出される。で、ここ A5 行きたいですね。引き見てからよいしょ。リーリー。安牌次リーニーかな。まあ安牌だな。よいしょ。これはこっち行って、よいしょ。 OK、 イグナツ先かます。よし、こっからディーゴリーニーがコンボ含めて結構強いんで、よしよしよし。夏ブラね。でこれ召喚頼むぞ。お前召喚事故ったら終わるよ。これ B4C5 召喚とかアホみたいな召喚したらマジでだるいよ。やめてね。ハルマルナイス。はい、 OKOKOK。 まあ OKOKOK。 まあコンボハルマルの方が強いな。ただとツモのこと考えるとリーニーでもいい気がするんだよね。まあリーニーでいっか。バリューがこっちの方が高いと思う。ハルマルの方がコンボもスキルも強いけど、ツモが微妙な気がするんだよな。あと相手の打ち方によってはアンチヒールハルマルから入ったっていい。多分相手これ、強っ。耐えれるけど強。え、これハルマル飛ばせるかな。待って、オーダー C までいけないんだけど、オーダー C までいけないんだけど。でも行くしかねえなこれ。いけんの。ただこのツモだったらリーニーから切って正解だったね。これいけんのか。お前いけんのかハルマル。お前頑張れ。1万1000飛ばしてみろ。お前の気合を見せてみろ。吸収まで入れてどこまで入ってなんとかね。危ねえ危ねえ。リーニーから切ってよかった。マジ危なかった、怖すぎ。サタン怖え。ただそれでもオーダー C までいかんだ。やっぱりこれ召喚3積みで言うのか。先行引いた時本当にオーダー C までめっちゃむずい。まあでもグノー進行してるってのもあると思うな。グノー進行してるとどうしてもね、自分のコンボ動線開くタイミングがずれるんで、まあそういうとこあるか。ただ今のね、ゾノバの召喚の機嫌が良かったら、ブランジェッタの機嫌が良かったら全然あったって言ってもね。いや、それもきついか。例えば、B3、D3 召喚とかしたとしても、相手右ウェックス打ってくるもんね。そういうもんか。あ、でもあれか。俺のターンの始めたから、関係ねえわ。OK。乱量了解。はい。おお、ついに高校でナタリオ引いてる。ただ、初手ナタリオの召喚はコンボ発動しないから、まあ、初手はファビオか守護者切ることになるかな。
で、神殴りか。神殴り渋いよ。ロック入ってないし、罠駒マラッカ入ってるけど、マラッカだけなんでね。で、まあファービオ行きますか。よーいしょ。まあただね、ナタリオの召喚ね、消される可能性も結構高いから、どうしよっかな。初手荒くか。これ B の1ナタリオはありかなと思ったんだけどな。どうしようかな。グノー引いたら B の1ナタリオ行ったっていいな。召喚 C に来たらめちゃくちゃコンボスキル組めるし、事故ったとしてもグノーでカバーできるから、グノー欲しいとこだけど、相手にミューズ引いてたら全部オジャンになる。あー、ディガンマ了解。アラクからディガンマっつうことはアタッカー引いてないのかな。はい、ピララレータ。こういう状況のピララレータ微妙だな。カットされるから。ただどうしよっかな。いや、 B1 ナタリオ弱気すぎるか。さすがに、さすがに弱気か。オーダー B のカット警戒するなら B の1もありだけど、守護者のコンボしんどいよね。いやでも B の1ナタリオでもありな気がするな。難しい。まあ、いや、こっち行こう。ほい、安定いきます。ただここの、待って、ここのディガンマ、あ、これミューズ引いてる可能性高いか。若干シャバそう。これなんかミューズ引いてる可能性高そう。 B1 ナタリオ勝負してよかったかな。いや、行ってもよかったな。行ってもよかっただよね。そんな気したわ、そんな気したわ。普通にしんどい。 OK、 セグメント行く。いや、これな、いや俺はこっち立っていいと思うんだよな。あのさ、アラクからアタッカー切っても同じことできるはずなんだよね。で、右側に前ミューズでしょ。アタッカー引いてる可能性俺低いと見た。こっち行くわ。引いてたら、ドンマイ。うん、オッケー。この悩み方引いてないね。わざんざディガンマ切ることないと思うんだよな。オーダー B のためだけに。わざんざね。いや、俺ないと思うんだよな。よし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 、読めてる。ただ、1難さてまた1難なんだけど。お前まだ春秋とか持ってんの？怖すぎ。アラクミューズ春秋ま。A アタッカー少なめの構成かな。まあ、ただこれはさすがにセコメント以外打つ込まないな。さあ、これでオーダーし、よしよし、召喚強い。オッケー、これめっちゃ強くね。オッケー、これは、これオーダー C まで待ったなし。ただこのトップでアタッカー引かれるとシャバいのと、オッケー、乱量を呪っていく。で、ここの呪いは HP 半分以下いったけど、呪いで半分以下いったからまだエンデが発動しない。よし、オッケー、このセコメントあっち。オーダー C まで駆け抜けよう。あー、オッケーオッケーオッケー。いや、これはとりあえず引き見ますか。よいしょ。んで、一番、いや、まあピララでもいい。コンボピララ結構強いよね。ピララだっていい、ピララだっていい。ただフェイルノートであれされるのがいっちゃんきちいから、まあこっちかな。うん、これこっち行きますわ。あのね、 B4 あるんですけど、 A4 フェイルノート来たらワンチャンさすがに飛ばせないんで、A3 フェイルノートに対しては F2 切ったらまだ耐えれるんで、こっち行きます。フェイルノートメタ、フェイルノート警戒しましょう。まあ、フェイルノート持ってたら C の2で切れそうな感じはするけど、一旦こっちですね。で、これでオーダー C まで待ったなし。呪いも2個呪っててめっちゃ強いですね。 OK、 フェイルノート読んでる。よし、フェイルノート読んでます。さあ、フェイルノート読んで、で F2 行ってオーダー C 発動からの次のターンで飛ばしたいですね。さあ、これは鉄衣でもいいけどな。どうなんだろう、バリア剥がしてからの方が強いのかな。バリア剥がしてからの方がいいか、これどっちなんだろう。バリア剥がして鉄衣の方がいいのかな、こういう時って。難しいね。けどオーダーシーもあるし、それで良さそうかな。オッケー。今さ、あ、お、待って、オーダーシー発動するんかい。お前先にそれ言え、バカ。ちょ、待って、え、今までだったらさ、オーダーシー発動する時さ、オーダーシー発動しますよみたいな出てたやん。おい、 UI どうなってんだ。おい、 UI どうなってんだ。まあでもこれで火力出さないことでミューズのバフを抑えたんで、まあ結構俺、ちょ、これあれ UI どうなってんだ。オーダー C 発動するときさ、 C なんかピカピカ光るよね。光らなくなったのこれ。いや、でも今のはね、普通に俺が忘れてた。2回、これ3回目のコンボってのも忘れてた。俺がポカ、あー、いやでもダブコンさすがに来たい。呪いもある。ダブコンはさすがに来たい。しかもコンボ毒だぞ、お前なめんな。え、これ行くぞ。俺は行くぞ。これ行かないとさすがに勝てるもん。勝てる、ちゃんと計算し、全然計算してないけど、いや、いけるでしょ、毒だから。よいしょ、毒。あ、無理だった、最悪。ちょっとさ、俺文句、これ文句なんだけど、オーダーシー発動の時さ、今ピコピコ光ってなかったよね。あー、終わった。これエンデガで終わるな。
多分左、いやでも引いてない可能性も一応は、あーどまちょ待って、ちょ待って、今のじゃあ、じゃあ節意切ったわ、ふざけんなマジで、じゃあ節意切ったわ、ふざけんな、もう最悪今の。おいお、でも今ね、俺が数えてないのが悪いよ。俺が数えてないのが悪いけどさ、でもオーダーシーン発動しないのか、次で発動するんだったら節意切らずに行くかとか思ったらさ、おいふざけんなってそれ、最悪今の、もったいない。いや今のはなんで俺が節意切らなかったかっつうと、あのバリアが余剰出た方がマシだなって思って、わかる？そう、あのバリアが余剰出るときって、バリアを受けようと思ったの。 F2 に切って、残ったバリア受けてから F1 食らってから節意しようと思ったんよ。だからバリアがもったいないことになっちまった。おーい、ふざけんな。いやでもな、節意から切ればよかった。普通に全然忘れてた。あ、これ2回目のコンボだとかじゃなくて、俺オーダー C ピコピコ光ってなかったからさ、まだ発動しねえんだとか思ってた。もう頭お花畑だったわ。最悪、今の絶対勝てた。 F2 節意から切ってればリーニーで、もったいねえ。まあでもね、とりあえずどうしよっかな。フェリーに対してマラッカ切って1800削りも悪くねえけど、まあここ召喚から入った方がいいな。召喚の位置が C3 だったらめっちゃ強い。お願いします。これただ召喚ってさ、あ、ひっくり返した後の自分の、ああじゃあ、うん、大丈夫だ。いや今のさ、俺 C3 に召喚してないのかなとか思ったけど、そんなことはないのね。そう、ターン開始時って書いてないもんね。そうだよね、よかった。ちょっと認識が間違ってんのかと思った。いやさっきの試合もったいねー、鉄衣から切ればよかった。なんかバリア剥がさないようにしてから次鉄衣で飛ばそうかなとか思ってたんだけど、剥がれるやん、オーダーシー、もう最悪。えでもさっきから確かにそうだな、オーダー AB 発動の時もさ全然出てないもんね表記。あれ、そういう UI になったのこれって。おい絶対前の UI でよかったって。わかりづらー、いやこれ分かりづらいことになっちまったな。いや俺前までさ、そう今さ2枚返しした時もオーダーエビピコピコ鳴ってなかったもんね。そういうことか、なんか違和感あると思ったらそういうことか。まあ、とりあえずこれフェルグいきます。でコンボスキル組みます。ナタリを助ける。でもコンボやっぱおまけだな、こう見ると600しか出ねえ。コンボはおまけっすね、コンボはおまけ。ただちゃんと仕事はしてる。なんかあれだな、強すぎる感じで出してないのがいい。ちょ待って、うますぎんな。あーなんでやねん、そこのグノー痛すぎやろ。まあでも1回分コンボ組めた。ピラララレータ引く。まあマラッカ切ってもいいかな。マラッカ切りますか。よいしょよいしょ。でこれ D のに打ってくる。コンボ強い駒引いたら E1 でもいいけど、そうじゃなかったら E3 から入りたいかな。なんとも言えない。守護か、むずいなこれ。 E3、 いやでもディザイア発動するよねこれ。 E1 からでいい気がするけどな。いやか A2、 いやでも A2 はこれ B6 切られたらやばいか。いやでも A2 も悪くねえな、火力出してさ、オーダーシーン狙ってリーニーコンボ組まれたら E3 で飛ばせるし、 A2 も悪くないよね。今だって守護切るってことは S ゴマ引いてないやん、ありだな。ちょっとやってみるか。で B6 切るってなったらさ、いや多分ね B6 切るで2手飛ばしするにはディザイア発動あると思うんだけどな。どうなんだろう、ディザイアのオーダー D。 持ってた、ふざけんな。読み外しました。持ってるんかよ、そこ守護切って。マジかマジかよ、やられた。いやでもこれはちょっと待って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 、まあ、D5 守護か、これ飛ばせないよね。え待って、やっぱりオーダー D ピコピコ鳴ってる。えでもさちょっと待って、なんでさ E3 でさオーダー C ピコピコ鳴ってないの、これどういうこと、どういうこと。えでもこれさ2手飛ばしするにはリーに必須だよね。これ守護者切ったら負けるわ。あの相手バリア張ってるからこうしないと無理だ。バリアあるから多分守護からリーにじゃ無理だからこうするしかないね。え、ちょっと待って、やっぱおかしない UI、 なんでオーダーシー発動のピコピコなってないの、 E3 で発動するのに。あれ
バグか？バグな気がする。あ、これ守護者出る。 F3 でいけっか。オーダーシー発動するからいけるよね。守護者よりアタック低い駒、まあイグナーツだとしてもいけるか。あ、ファビオ、まあファビオでもいけるだろう。あー、てか同じからいくな、ほとんど。あぶねー。え、やっぱややこしない？なんでオーダー D の時はピコピコ鳴ってんだこれ伝わってるかな、俺のこのピコピコでなんだこれちゃんとオッケーオッケー、オーダー C だけはちゃんと頭で考えろってことね。オッケー、分かったわ。そういうことね、了解したわ。分かりましたよ、分かったよ、分かった分かった。オーダー C 発動のタイミングちゃんと考えろってことね。オッケー、分かったわもういいよ、じゃあそれしようってことだ、いいよそういうことだって、だって D の時だけ今ビコビコ鳴ってたもんな、鳴ってたよなおい、面白い、面白い、おもろい、アナンリーダーおもろい。なんかこうやってオーダーに対してずっとクレームな垂れ流してるの、なんか旗から見たらおもろいなって思って、ちょっと普通に今笑けちゃった。おもれいや、オーダーのさ、オーダーのピコピコに文句言ってんのおもろすぎないちょっとつぼダメだ、つぼるめっちゃおもろい。オーダーの発動のピコピコに文句言ってんのああおもろ。いや、これどうしようかな。グノーで運ゲする、それか、あ、つぶら引くか。いやー、ぶっちゃけグノー運ゲーめっちゃしたいんだよな、これやったっていい、やったっていいよ。あ、で待って、オーダーエビーこれちゃんとピコピコ鳴ってるわ。あ、オーダー C だけピコピコなんなくなったんだ。あ、でもさ、これ分かったよ、そういうことか。あの、分かった分かった、これあれだ、あのさ、オーダー C がピコピコ鳴っちゃうとコンボで発動するのかどうかが分かんなくなるんだ、これ多分で、これのグノはあのマジ無能ですなるほどね、これ多分オーダー C だけそういう仕様にしたんだな、多分コンボしなくても発動するっていう風に勘違いされる可能性があるから、それでそういう風にしたんだな、多分。 OK、 了解です。で、これオーダー C まで行くなら夏ブラで、目の前の特殊回数ならマラッカ、まあオーダー C まで行くかこれはあれか、仕様変更だ、多分。冷静に考えたら A と B、 え、でもそれで言うとさ、 A と B だってそうじゃない？でもそれで言うと B だってそうだよね。 B だって2枚返ししないと発動しないってなるやん。それで言うとそうだよね。どういうことやねんやっぱそうじゃねえかよ。どちらにせよやっぱややこしいじゃねえかよ。前の仕様の方がいいじゃねえかよやっぱ前の方がええやんけ。前の方がええやんけ、これ。だって、オーダー AB だってそうじゃん。ねえ、そうだよね。オーダー C だけ壊れてんだけど。あ、いいな、俺持ってないんだよね、その駒。あ、まねえ。ちょっと待って、めっちゃ削られてる、大丈夫？あ、大丈夫？これ、なんかじゃない？はい。リーニー、うわー、まあ、リーニー出すけど、召喚。お前さ、なんでそこ召喚事故んの？ふざけんなよ。召喚事故りすぎやろ。え、ふざけんな、これだって右下 X 打つとさ、D2F3 でしばかれる。でもかといって右、あ、いや、B1 は無理だな、これ、どう考えても。え、無理だな、B1 無理だわ、これ。無理無理、絶対無理、絶対無理。絶対無理、こうしないと無理。いや、これ F5 来るな。で、いや、でも F5 来たらあれか、リーニーの動線潰れて。いや、とはいえきつ、うわ、リリアス持ってた。やべえ、キチー、キチー、A3 で死ぬ。こういう時スカハムラマスあったらなってめっちゃ思うんだけど、残念ながら、セグメントなんだよね。これ、セグメントやっぱり環境合ってないかもしれない。俺、つくよみ環境だから初手セグメントいったろかなみたいな感じでセグメント入れてたけど、ちょっとやっぱりあんまり環境に合ってないかも。あとさ、俺思ったけど今 D6 の方が良かったかもしれない。いや、ないか。さすがにスカハコンボないな。いや、これ A3 打たれたらオーダーシー発動しないからさ。ひー、きつすぎ、きつすぎ。どこ打ってもコンボつながる。あー、死にかけめん。死にかけめん、死にかけめん、死にかけめん。まあ、これは負けたね、普通に。おい、ブラジ事故ったって。
いやでもこれ思ったけど、アナンやっぱり召喚3積みでいいかも。うん、やっぱあれだわ、そんななんか即時召喚が多いから、そう即時召喚だから事故らんな、入れててもこんだけやってもオーダー C 全然発動さ難しい時あるから、やっぱりこの構成で良さそうだね。なんかデッキはこれで良さそう。ただこういう負け方はまあしゃあないとして、ちょっとさっきのあの神殴り対面の負け方は本当に間抜けすぎたわ。ピコピコなら、え、やっぱそうだよね、俺見間違えてんのかな。ちょ、後でもう一回見返そう。ピコピコ鳴ってたんかな、あの時俺ピコピコ見えなかったんだよね。ずっとピコピコ言ってんの、じわるな。全然勝てません、そろそろ引退かな。いや、んなことねえでしょ、勝てなくたって面白いよ、セロニアは。だって俺めっちゃ楽しんでるもん今。ちなみに今めっちゃ楽しい。アナン来たー。じゃあお互いオッケー、これお互いどっちがちゃんとピコピコ見れるか勝負しようぜ。うわーどうしよう、これなんか、うわ、あ、これえ、オッケー、これさ、これ X 行こうかな。 X ね、実は相手がグノを引いてなければありなんですよ。一方的にこっちがコンボ組める。よしよし、もうこれ X 行けって言われてない。まあグノー持ってたら、あのブランジェッタがめちゃめちゃ体張ることになる。お願いします。で理想展開としては E3 右 X、 F3 来た時に C2 にグノーだね。お、出た。うおー、ナタリオ来たーけど、こっちの召喚 B3 で1回分コンボ組めてって感じかな。はい、でここなんですけど、まあ B3 でいっか。で今 B3 にニーブ切ると左上 X で召喚スペース消されるから、まあこっちだね。で F4 来たタイミングでグノぶちかましたい。 F4 来い。ただこのナタリオの召喚が頭良かったら、良かった、頭良くないわこれ。OKOKOK。 じゃあもう F6 いくわ。じゃあ F6 行きね。でしかも F4 リーニーでしょ、召喚の駒なさそう。あー、ここマラッカもクソ切りてえけど、いやマラッカも切ったっていいな。普通に相手だってこれさ、コンボスキルバチコリ組まれることこれやん。でもグノーガンって、ごめん、でもグノーするわ。よいしょ、よし、よし、ナイス。さあ楽しい楽しいオセロニアの始まりだ。よいしょ、よし。さーてと D1 リーニー安定だよね、コンボ組めないし。うん、そうだね、安定コードします。よいしょ、よいしょ、いいね。で相手は一回もコンボ組めてないから、まあ俺のペースかな。2枚返しの盤面ないからコンボ封印もできない。でここ罠駒切られたけど、右上 X でいいと思うんだよね。 D5 はちょっと火だめ痛いかな。右上 X 打って A5 打たせて、でもオーダー D 含めて、うん、いけるね。 OK、 よし、これで殴ります。大丈夫、敵がこっちを飛ばせることは絶対ない。大丈夫、全然受ける。受けて毒入れて、で相手がここで英語打とうが、俺のオーダー D 含めて2手耐えれる可能性残ってるから。あ、ミラーはうまい。いや、え、待って、めっちゃうまい、そのミラーめっちゃうまい。あー、ごめん、でもハルマル引いちゃった、ハルマル引いちまった。ディザイアコンビでこれいけんじゃない。こいつのコンボはベノムヒュー、まあ、2枚返しとかでもいけるかな。13% 削りだよね、飛ぶかな。待って、ワンチャンと、あ、いや、いけるか、オーダーディーあるか。よいしょ、いっちゃいまーす。いや、いいミラーだな、でもめちゃめちゃうまいわ。危な、普通に負けかけた。よいしょ、危ねえ、いいミラーだな、ここでミラーあるんだ。危ねえ、俺ちょっと歯茎出してた今、普通に負けかけた。危ねえ、ディザイアの回復いけるから大丈夫かと思ったら、ミラーから2手飛ばし、あ、いや、あったわ。危な、ああ見るとやっぱ右上 X リーニーちょっと怖かったか。
あぶねえ。はるまる引いてなかったらちょっと怪しかったな今の。マジで危なかった。よかった、引き強かったから勝ったけど、うん、まあなんとか、うん、よいしょ。アンチヒール枠はるまるとして使ったけど、でもやっぱ思うのは1個変更点あるとしたら、やっぱセクメント抜いていいかもな。初手に引かんかった時あんま強くないな。でこれね、まあ妥協ですね。妥協の名矢、これ名矢コンボスキル発動しないんだけど、まあ、妥協で打ちます。まあ2体目の召喚がうまくいけばいいかな。フェルグのね旋回復をちょっと見逃すのって俺あんましたくないんだよね。コンボも強いしフェルグって。でここでちゃんとコンボ発動しないのはなんかいい感じに調整されてる感じするね。フェルグ風車でいいかな。でもここの召喚したことによってさ、そうだよね、そこ召喚が入るからそこいいよね。うん、そこ召喚入んのいいじゃん。これだってワンチャンこれ D5 行ってもよくない？アラジンのコンボあんま強くないからさ、もう D5 行ってダブコンコンボ稼ぐみたいな、なしではないと思うな。ワンチャンありだな、くさびも取れるし。やってみるか。まあ引きによるけど、グノーとか引いたら強い。ピララレータ、まあ、むしろ C6 から行くとオーダー C まで難しいね。これも D5 行くっすわ。 OK、 これで2回コンボ、よいしょ。あ、強い、ナイス。ここで2コンボ組めたのはでかいんじゃない。でディザイアまで残ってる。であとこのアラジンのコンボに対して E6 マラッカで特殊返し含めて返せるからめっちゃいい感じ。アマテル来たか。うん、なかなかいいアマテルだけど、はるまるヒート熱い。まあ D1 マラッカでいいな。そうね、はい、 D1 マラッカでオーダー AC 発動ね。こっからディザイアが効くのでフェルグのコンボがあんまり通り良くなくなるんだけども、ハルマルとイグナーツでカバーできる。でどっち打ってくる。であとここのマラッカ地味に強いわ。相手結構雷撃とか出してきたタイミングだから、ドゥムジとか引いてる可能性あるな。でもメルカバーか。よし、ほな彼返して、うーん、新しい動線組まれても大丈夫。あー、ゴリ押すなら A の2、いや左下 X もある。ぶっちゃけでも左下 X でよくねって思うけど、もう火力でよくねこれ。はい、よいしょ、毒強い。で半分いったらあれ、半分いったらイグナーツプラスディザイアがあるから絶対飛ばせる。でいかないなら2手飛ばし相手できないから、もうこれでいいか。まあでも半分いかせるんだったら A の2でもよかったかな。まあいっか。 OK、 ひろゆき、うん、まあこれは駒投げかな。でもこれができたのはナタリオのおかげだね。オーダー C までいけたのはナタリオ召喚があったから、いけたと言っても過言じゃない。これカット入るけど毒ダメはカット入らないんで、このままいけると。よーし、強い、あざっす。まあシンプル強い、ありがとう。まあただただ強い、よーし、まあただただ強いわ、ありがとう。ということで、まあ一回この辺で終わっとくか。ちょっとなー、オーダー C ピコピコ事件が起きた。いやでもあと1回勝ちたくね。なんかあんま勝てなかったな今回の動画。うん、もういやでもサイン、いやもうじゃあもう1回貸して、じゃあもう1回だけ行くわ。なんか悔しいわ今の。オーダー C ピコピコ事件だけは本当に許せん。あのピコピコ事件だけはマジで、ピコピコしなくてオーダー C 発動しなくね事件だけはマジ許さん。あれなマジな、発動するんだったらさすがに鉄打ってたわあそこ。ってなるからね。まあ、俺が悪いんだけどね、普通に。こんなこといろいろブーコの垂れてるけど、全部俺が悪い。普通にオーダー C、ピコピコで判断してる俺が悪い。元から、おーっと、流血きたー。ほら、行きます。これ、トゥアン以外呪ったら熱くない？トゥアンで流血確保するはずだから、最初。
これセグメント必要か。あ、ついにここに来てセグメントの活躍すら見せられる時が来たか。セグメントの活躍すら見せられる。よっしゃ、呪いがでかい。もうこれ呪いこの時点ででかいね。で、あー、2部引いてる。ビザ2部行こう。取られたっていい、取られたっていい。オッケー、呪い強い。取られたっていい。あ、取られないってなると多分あれですね、火炎、十字火炎引いてるやつですね、これね。なるほど。ディゴ行く。これブランジェッタ利敵になるし、取られて D1 も盤面強くないな。ちょ、これ D5 行くっすわ。俺 D5 行こう、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょ、この進行今日多いな。はい、ナイス。勝ちたい。呪い入る。まあ、流血回復入るけど。まあ、ハルマル引いたらハルマル打ってもいいな。いや、どうしようかな。はい、ツツイナイス。ここでブランジェット入るかどうか怪しいけど、やめとこう。火炎で燃やされるのもだるいし、もう2回コンボ組んだから、あと1回コンボできるならブランジェット展開じゃなくてもいいかな。よし、で E3 10時間かな。フルフレアは効いてない、まずい。フルフレアやべえ。え、待って、それ聞いて、待って、強すぎんだけど、そのコマそのコマ強すぎるんだけど。さすがにおもろいか。でもこのハルマルは最強だ。よかったー、これ。いや、節意から切って正解ムーブだ、これ。ハルマル引くんなら。ただこれ F5 来るかなー。 F5 来そう。おー、そっち、なるほど。ハルマルの動線しばいてくると。うまいやんけ。ちょっと待て、いや、フェルグ熱っ。いや、いい、いや、待て。C の2かな。火ダメ抑えられるのは C の2やね。で、次コンボ絶対残れるから。うん、OK。これで、吸収入れて、OK。これで耐えて、次で飛ばしたい。で、相手のキャラも残ってる。まあ、流血の回復で2000されるけど、ディザイア残ってオーダー C 含めて、次の引きでなんとかしたい。あ、でも耐えれるんだったら A の2でもよかったかな。A の2でもよかったかも。これ2000回復結構でかいよね、流血含めて。待って、10本は効いてないんだか。いや、でもこれワンチャン次もっぱつ耐えれん、これ10本取ったら。それか 12% 削りだから3500でしょ。3500、6100、3500、あ、5100、6700か。あー、飛ばせねー。マラッカで取るか。で、これさ、大出し発動するんすよ。うん、なんでなんこれ。なんで発動すんのこれね。許せないんだけど、なんでこれで発動するのね。さあ、これね、物理だったら、そう、火炎の前に物理フィニッシュだったら耐えれる。というか、耐えてマラッカでみたいなとこ。ああ、いや、どうだろう。ああ、でも、あれか。6362以上出れば普通に死ぬな。どっちかだね。耐えれたっぽい。よし、マラッカで物理返して、次ディザイアとあれでいける。あぶねえ、これフェルグ引いてなかったら危なかった。ちょっと危なかったね、やっぱ流血怖いわ。あぶねえ、普通に怖かった。危ない。ちょっと10時間警戒して D5 行ったけど、まさかのフルフレアだったわ。危ない、普通に危ない。俺がだいぶちょっとあれだったけど、まあ。ということで、今回の動画で分かったことは、オーダーシーピコピコ事件。オーダーシーピコピコ事件、これみんな気をつけてください。これオーダーシーピコピコならねえ、ならなくなってる、マジで。みんな気をつけて、これマジで怖い。よいしょ。よし。ということで、まあなんとか最後の方勝ってたんでよかったですね。とりあえずでもこれセクメント抜いていいかもな。ちょっとね、やっぱセクメントどうしても HP 低くなっちゃうんで、こいつの枠やっぱスカー派か村正か1枚ぐらい、こういう防衛ゴマ、防衛系の S ゴマ1枚入れてもいいかもしれない。ちょっとなんだかんだね、受け切るの渋い盤面何回かあったんで、まあ、ちょっとセクメントやっぱ変えてもいいかもしれない。まあ、ということで、よかったらね、いろいろと参考になったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録など、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。